ネルのポンポントーク。ポンさん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさん、今日は DM で大人気ヤマケン組トラブル、はい、聞いていたみたいですが、もちろんありますか？はい、もちろん山盛りあります。山盛り、はい、山盛りいただきました。じゃあ、今日はヤマケン組トラブルの話でお願いします。はい、5代目ヤマケン組の、はい、もう後半ぐらいの話なんですけどね。はいはい、ヤマケン組と、はい、五稜会の話をしたいと思います。五稜会、はいはい、五稜会って、はい、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、はい、ヤマケンに絡んだ、はい、組織として、まあ、有名なんですけど、ヤマケン、はい、まあ、現代の清水一家の前の名前ですね、はい、なるほど。それで、はい、当時ね、はい、まあ、結構ヤマケンに絡んでしのぎしてる役だって多かったんですよ。あ、そうなんですね。はい、自分で金貸ししたり、はい、フロント企業にさせたりとか、はい、企業書店にさせたりとか、はい、まあ、いろんなやり方でヤマケンに参入してたんですけどね。はい、その中でもやっぱり五稜会って言ったら、はい、五稜会の関係先のヤマケンといえばもう、はい、まあ、日本で一番有名だったと思います。あ、そうなんですね。はい、もう年間何千億の上がりがあったって言われてますからね。何千億の上がりですか。はい、だから、まあ、すごく有名な組織だったんですけどね。はい、そこの五稜会と、はい、ヤマケン組のちょっといたことがあったんで、はい、その話をちょっとしたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、当時ね、はい、ヤマケン組の人が、はい、その言葉を悪く言ったら、はい、ヤマケン狩りみたいなことをしてたんですよ。ヤマケン狩り、はい、一部の人ですよ。ヤマケン組連帯じゃないですよ。はいはい、その人がそういうことをしてて、はい、パチンコ屋で、はい、いかにもヤマケン狩り借りてますよっていうような主婦がよくいてたんですよ、昔は。なるほどなるほど。それでその主婦に声かけて、はい、ヤマケン借りてるでしょと、はい、その元金をチャラにしてあげるから、はい、言う通りにできるかと、はい、いうふうに声かけるんですよ。はい、それで、はい、あ、できますと、はい、まあ、基本100発100中で言うらしいんですよ。なるほど。それでお金をまあ払わないじゃないですか、はい、金利をね、はい、そしたらまあ取り立てに家に業者が来るんですよ。はい、そこでもう見た目普通のおっちゃん、はい、もう役に年齢見えないおっちゃんが、はい、のらりくらりした話をするんですよ。なるほど。金利が高すぎますよとか、違法ですよとか、はい、そんなこと言われたら怖いですよとか、はい、書き置きして自殺しますよとか、こう適当なことをこう言うんですよ。なるほど。怒らすようなことをね。はい、まあ、闇金業者当時は、はい、きっつい追い込みしてたんで、はい、悪いこらーとか、はい、まあ、関西弁で言ったらね、はい、この野郎とか、まあ、そんな感じなんですよ。はいはいはい、打ち殺すぞとかね。はい、それで何こらっていきなり、はい、そのおっちゃんが変貌するんですよ。はい、お前今ヤマケン組がなんぼのもんじゃって言ったなとか、はい、ヤマケン組がどうしたんだよこの野郎って言ったなとか、はい、変貌するんですよ。なるほど。そしたらドロドロドロって出てくるんですよ。はい、まあ5、6人ね、はい、ヤマケン組の人が、はい、そこでそれと監禁するわけですよ。監禁ですか。はい、呼べと、はい、バックを呼べと、はい、面倒見てる役だよ万が一と、はい、いうことで、はい、役者が来なくても上司なり誰々が来るんですよ。はい、そこでこの子がヤマケン組をバカにしたと、はい、でこ、まあ、組織をバカにされたから我慢できへんと、はい、オタクが組織バカにされたら腹立つでしょと、はい、いうようなことを言うわけなんですよ。はい、それでお金をあげてたんですよ。なるほど。で、ある日に、はい、同じようなことをやったら、はい、五稜会の関係者だったわけなんですよ。はい、それで五稜会の人は出てこなかったんですけど、はい、そのヤマケンの上の人間が出てきたんですよ。はいはい、で同じようにして、はい、300万取ったんですよ。はい、ヤマケン組の人は、はい、バカにされた、大門をバカにされたと。なるほど。いうことで、はい、そこから1週間ぐらいしてから、はい、五稜会の人から、それは現役の人から、はい、その人に電話かかってきて、はい、会えますかと、はい、で会うことになって会ったんですよ。はいはい、まあ、ヤマケン組の人はいい話かなって思ってたらしいんですよ、はい、勝手にね、はい、で会って、そしたらあの話全部嘘だったでしょと、はい、このくじきがと、はい、いきなりバッて言われたらしいんですよ、はい、で話聞いたらそのヤマケン業者とその主婦とその後できてるんですよ。はい、体の関係になってるんですよ。はい、結局それで話全部聞き出してるわけなんですよ。
聞き出すためにですか。そうですそうです。で、録音テープもあったんですよ。なるほど。レンボーの人にパチンコ屋で声かけられて、はい、こうあったと、はい、打ち合わせもしたと、はい、あの予行練習までやったと、はい、そんな内容も全部入ってるんですよ。はい。これどうすんねんと、はい、これ話本家まで上げるぞと、はい、いうまあ話になったんですよ。はい。なんだろ、山元組ってチンピラの集まりかよとかね、はい、ものすごくそこでそんな組織がねえと思ってたよとか、はい、まあ、言われたらしいんですよ。なりますよね。はい。でもそこは山元の人は強くて、はい、このおばはんが全部そう言うてると、はい、どないすんだお前これらと、はい、同じ山組の人間信じられへんのかと、はい、喧嘩やのと、こうなったら、はい、我慢できるかいこんなことで、まあテーブルバーンひっくり返してね、はい、バーン詰めたんですよ、はい、約200万取って帰ったんですよ。すごいですね。はい。仕掛けたのにそれ上にまだ200万取って帰ったんですか。はい。さすが山県でしょ。さすがですね。でもこれ結構話大きくなったと思うんですよ、その時ね。そうなんですか。はい。まあご了解の人も納得できへんみたいな話になったみたいで、はいはいはい、でも結局そのまま終わったんじゃないですかね。納得できないですよね。そうですよね、できないですよね。でもすごいですね、やっぱり山県やっぱりすごかったですね。はい、その当時はやっぱり強かったです ね。まあ、小畑のおじさんの時代は強かったですよね。無理難題が通る時代っていうとこですね。そうですね、結構だからこの山県組のこのグループの人らは、はい、結構お金あげたと思います。億ぐらいのお金をあげたんじゃないですか、それで。ああ、そうなんですか。はい、だからもう闇金の業者の中で、はい、あの注意人物になっとったみたいです。なるほど。横のつながりでね、はいはいはい、全部。でもやっぱり闇金ってどっちにしても儲かったんですね。儲かったですけど、はい、あれはもうなかなかできないですよね、あの追い込みは。あ、そうなんですか。やっぱり良心ある人間はなかなか無理ですよね。結局何にもなくなってるからね。ああ、そら問い長とかですよ。問い長ってどのぐらいなの。10万円借りたら10日後に17万円にして返さなさい。無茶ですね。もうあの先引きされたら10万円借りて3万円手元に乗って、はい、次返すときに10万円とかですよ。あ、10日後にはとか生きていけないですね。もうそれは無理でしょ。もう払っから飛ばす気で借りになったらいいけど、はいはいはい、まあ、それもみんなやってましたよ。だからもうみんな借りるだけ借りて1円も返さないとかね。それ飛ばせるもんなんですか。飛ばせるでしょ。耐えたら大丈夫でしょ。ただ単に耐えるだけですか。はい。それも難しい。もうこの3回頃はとかね、開き直りが大事ですよね。そんな人いっぱいいてましたよ、その当時。一般の方はね、そんな風にいかないんでね、皆さんも闇金に手をつけるっていうのはやめた方がいいですね。やめた方がいいですよね。もったいないですもんね。今もあるんですか。あると思いますよ、いっぱい。怖い時代ですね、まだまだ。はい、怖いですね。まあ、だから、今、携帯電話売れますからね。あ、そうなんですか。とか通帳とか。あ、そうなん、わかりそうなもんですけどね、今の時代。いや、わかってて売るんですよ、もう。あ、そうなんですか。はい。わかりました。またそういう楽しいお話があれば、はい、その話をまた今度したいと思います。わかりました。はい、じゃあポンさん、今日もありがとうございました。ポンポンチャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。See you!